スーパームーンと呼ばれる大きな満月での皆既月食、珍しい天体ショーが26日に24年ぶりに見られました。地球の影に満月が隠れる皆既月食が26日夜、国内で3年ぶりに観測されました。梅雨前線の影響で北日本や沖縄地方を除いては曇りや雨の所が多く、あいにくの天気となりましたが、普段よりも。 大きな満月が欠ける様子や地球に隠れる神秘的な天体ショーが見られました一方東京都心の空は夕方から雲に覆われてしまいましたがわずかでも月を見ようと多くの子どもたちが空を見上げていました国立天文台によりますと国内で皆既月食が見られるのは来年11月スーパームーンの皆既月食は12年後の2033年だということです 地球の陰に満月が隠れる怪奇月食が、昨夜、国内で3年ぶりに観測されました。梅雨前線の影響で北日本や沖縄地方を除いては、曇りや雨のところが多く、あいにくの天気となりましたが、普段よりも大きな満月が欠ける様子や、地球に隠れる神秘的な天体ショーが見られました。一方、 東京都心の空は夕方から雲に覆われてしまいましたがわずかでも月を見ようと多くの子どもたちが空を見上げていました薄れ国立天文台によりますと国内で皆既月食が見られるのは来年11月。 スーパームーンの皆既月食は12年後の2033年だということですがっつりと雲に阻まれて終始見えない状態でしたが雲が少し薄くなったのか月の位置が分かる程度のぼんやりとほんのわずかに月明かりが見えました孫のアンドロイドで撮った月はめちゃくちゃうまく撮れていたと思います普段から星月きの孫と空を眺めてますが昨日は 近所の方の声も聞こえて賑やかで楽しかったです。